今日はスタジオの楽器指定せいせいで、いろいろな効果音の音を聞いてみるよ。スノは効果音を出すのが非常に苦手で、通常のせいせいで効果音を入れるのは難しい。スノの似た楽器の音は混ざる性質が、効果音のような特殊な音とは相性が悪くて、メタタグやスタイルで効果音を入れても楽器の音に変化してしまうことが多かった。でもスタジオの楽器指定せいせいなら、邪魔されずに効果音が生成できそう。そう思ってやってみたんだけど、結果は残念ながら微妙な感じだったよ。ただ悪くない効果音が出ることもあった。特に環境系の効果音は優秀だったよ。やり方は以前の動画と同じだよ。スタジオ内を無音のデータだけにして、楽器指定を FX にして、効果音スタイルを入れて生成する。実際にどんな効果音が出るのか、まずは優秀だった環境系を聞いてみようか。スタジオで作った環境系の効果音がどんな音になるか聞いてもらったよ。ノイズが乗るし、違う音も入ったりするし、あまりクオリティが高いとは言えないけど、まあ全然使えないってことはないと思う。一応それっぽい音は出てくれるからね。ただ環境音以外はそれっぽい音すら出ない。ほとんど効果のないスタイルばかりだね。全部調べきれたわけではないけど、効果のあったものを紹介していくよ。スタジオで作ったいろいろな効果音がどんな音になるか聞いてもらったよ。今回の動画を作るときに効果音スタイル200個程度の効果を調べてみたけど、それでもこれだけしか紹介できなかった。そのくらい効果のないスタイルが多い。効果のあるスタイルも変な音が混じったり別の音が出たりする失敗がかなり多いよ。だから単純に効果音を作る用途としてスノを使うのはあまりおすすめできない。でもこれはスタジオの生成だから、他のデータに合わせた音を作れるんだ。つまり無音データではなく普通の曲に追加する形で効果音を生成すれば、曲に合わせた効果音が生成されるよ。実際にどうなるかやってみようか。
曲がある状態で効果音スタイルを、使った時の効果を聞いてもらったよ。音楽に合わせて効果音を生成できるのはスタジオならではの面白い機能だと思う。もちろん元の曲に影響されるから効果音らしくなくなる可能性は高い。でも普通の生成とは比較にならないくらい効果音らしさを保ちやすい生成になるよ。今回のサンプル曲は適当にやったから冗談みたいな曲になってしまったけど、曲と効果音の組み合わせが適切なら真面目に良い曲も作れると思うんだ。今回の話はこれで終わりだけど、随分と短い動画になってしまった。調査量は普段の動画より多かったんだけど、効果のあるスタイルが少なすぎた。ちなみに人の声、楽器に該当する効果音は今回改めて調べてはいないよ。例えばラフターのスタイルは楽器指定 FX で笑い声は出せるけど、楽器指定ボーカルでも笑い声が出る。 FX とボーカルで出る声もかなり変わるよ。次回の動画では楽器指定ボーカルとバッキングボーカルをテーマにする予定だから、声ネタ系の効果音についても次回の動画で紹介していこうと思う。それじゃまたね。